面白い男がやってきた。知り合いか？玉坂見つけた絵師よ。猿でありんす。歌丸先生が吉原一の花を描くところよ。俺は別に構わねえが、まあせっかく来たんだ。おめえさんもどうだ、一杯。酒は飲まん。聞いたか、こいつ本当に絵師なのか？そのようだ。まるで坊さんみてえな野郎だな。だから女に色気がねえんだ。上っ面だけで命が見えねえ。お前だけじゃねえぞ。絵師など他にいくらでもいる。悪いがそこ閉めてくれるか。さて、朝行殿には後ろを向いて座ってくれ。